日本海中部地震は1983年5月26日11時59分57.5秒に秋田県ののしろ西方沖 80km の地点で発生した逆断層型の地震である。地震の規模は M7.7。当時日本海側で発生した最大級の地震であり、秋田県、青森県、山形県の日本海側で10メートルを超える。 津波による被害が出た。日本での死者は104人に上り、そのうち100人が津波による犠牲者であった。家屋の前半階3049棟、船舶沈没、または流出706隻、被害総額は約518億円に上った。震度4以上を観測した地点は以下の通りであった。震源に最も近いの城市では、 当時まだ地震計が設置されておらず、震度5、またはそれ以上と推測された。現在の震度階級では、震度6弱6強相当だったとも言われている。本震に先立ち前震と見られる地震が5月14日22時49分頃、5月22日4時52分頃、同日23時14分頃に本震と同じ場所で発生している。本震は、 約20秒間隔で発生した2つの揺れで構成されている。本震発生後の余震は6月1日0時まで有感地震が211回、無感地震が828回あった。さらに6月に入ってから6月9日21時49分に M6.1 同22時4分に M5.9、そして最大の余震は 本震発生後の1ヶ月ほど後の6月21日15時25分に発生した。この余震では津波が観測された。気象庁が正式名称の日本海中部地震を発表するまでの間に、報道各局が便宜上使用した名称として使われ、公式の記録上には残らないものに、秋田沖地震や日本海秋田沖地震の通称がある。サハリンから 新潟沖へとつながる日本海東円変動帯の日本列島の乗る東湖近くと日本海の海洋近くの境界付近で発生した地震。後年の詳細な調査によりプレート境界型に近い地震発生様式である可能性が高いことが明らかになった。また、約1000年前に同様な大地震が発生していた可能性も指摘されている。 青森県西津軽郡岩崎村の沖合約4 0トルで震源域のすぐ近くにある長さ5 0ル、幅1 3ル程度の岩礁の島、九六6島では約3 0ンチ4 0トル、沈下したと考えられる。震源域は区の字を逆にしたような形で、総延長が約1 0 0トル。複数の手法による解析の結果、 いくつかの破壊モデルが挙げられている。その一つは、本心は約50秒間の3つのサブイベントからなる。第1イベントは、最初の破壊点から北北東方向に96島の西方沖まで破壊が進んだ。第2イベントは、第1イベントの終了後、約10秒間の時間を空けて北北西に進み北緯40.8付近で止まった。第3イベントは、 第2位イベントが止まった北緯40.8付近で破壊方向を北北西方向に変え進んだ。別な解析では2つのサブイベントからなり主破壊は30から 35km 離れたところで24秒から26秒間隔で発生したなどがある。1964年小賀半島沖地震は破壊開始点が近接しており先行した地震と考える説もある。 また、本震発生の12日前の5月14日に、破壊開始点付近で M4.9 の地震が発生し、顕著な活動は5月20日頃まで続いた。また発生に先立ち、約10年間の静音化が発生していた。当時のシステムで津波警報が発表されたのは、地震発生から14分後であったことと、 日本海側に津波は来ないという俗説がまかり通っていたことが人的被害を大きくした。到達が最も早かった青森県の西津軽郡深浦町では地震発生約7分後に引き波として到達し、8分後第一波として到達している。最大潮位は65センチメートルであった。 最も波高が高かった場所は、秋田県の山本郡峰浜村で、波高14メートルを記録した。また、小川半島でも6メートルの津波を記録している。しかし、冬の季節風による強烈な波浪を防ぐために、作られた日本海側特有の頑丈な港湾施設が波を弱めたとも言われている。津波による死者の内訳は41人が、小岩工事中の作業員。 釣り人が18人、遠足中の小学生13人などであった。地震発生が、晴天の昼間、当日の波が穏やかだった等の事情により、沿岸には作業船、漁船、レジャー船などが多数出船していた。そのため、直ちに救助作業や、遺体の収容作業が行われ、遺体が収容できなかった行方不明者はなかった。津波は、おおむね10分くらいの周期であった。 八方町にある犠牲者を追悼するために建立された東安の乙女像をこの地震によって生じた津波では実際に津波が来襲してから津波警報が発表されている場所が多かった。これは震源と海岸線が近いこともあるが気象庁から当時は電報書式で伝達されていた極大津波という津波警報を極大津波と勘違いした地区の担当者がいたこともあった。 国とは日本海側北部と道の区湾のことであったが、勘違いのため津波が少ないとされていたこの地区の担当者の通報が遅れた。ただ仮に勘違いがなかったとしても津波警報は間に合わなかったとされた。津波警報の遅れは問題視され、その後各種の改善策が取られた。一例として無線により各地へ津波警報を伝え、海岸線の人々に それを伝えるシステムが構築されたことが挙げられる。このシステムは北海道南西沖地震でも役立ったが、奥尻島では地震発生後わずか3分で津波が到達し、システムの限界も露呈した。日本海中部地震の経験から作り上げたシステムはスマトラ島沖地震で甚大な被害を受けた地区にも紹介された。地方の放送局や一般家庭にもビデオカメラが 普及し始めた時期であり、地震の瞬間や津波の鮮明な映像が初めて多く残されたことも一つの特徴である。有史以来東北北部日本海側に被害を及ぼした地震は多いが、そのほとんどが内陸部に震源を持ち、人的被害は住宅が壊れたことなどによるものが多かった。1964年5月7日には日本海中部地震とほぼ同じ場所で、 M6.9 の小賀半島沖地震が発生しているが、この時は、堤防決壊が3カ所、山崩れが5カ所、全海住宅1個、半海住宅5個の被害で、津波は1メートル未満しかなく、津波による被害はなかったため、逆に海岸に避難した方が安全であった。また、研究不足から、日本海東園海底を震源とする巨大地震と、それに続く津波に対する、 危険性の認識を低くさせていた。明治以降たびたび津波に襲われた三陸海岸の住民と違って地震を津波に直接結びつける意識が行政及び住民になく、津波警報がテレビで放映されても住民はそれに疑念を持った。そのことも前日のような津波被害につながる原因となった。反面、地震発生時が正午頃にもかかわらず、 火災発生が全くなかったのは、地震と火災を結びつけて考えていた住民の意識と行政の啓蒙の成果とされている。東日流外三軍市では、13港の安藤市の勢力が失われるのは、巨大地震とそれに続く津波が原因であるとするが、現在、東日流外三軍市は儀所とされ、また13港には巨大津波の痕跡はないことが、発掘により、 明らかになっている。この地域では1000年以上のサイクルで地震が発生すると想定され、その対策の効果を疑問視する人もいた。だが、わずか10年後の巨大地震でもある北海道南西沖地震が発生して、対策の効果はある程度確認されている。その後の研究により、日本海東園地域は実は活発な地震地帯であり18世紀以降、100年に 4から5回程度津波を伴う地震が続いていることが明らかとなり、太平洋側の相模湾、駿河湾や東海地域並みの観測体制が望まれている。ありがとうございます。